ですね、翔平さんから見た五代友達の魅力っていうのはどんなところでしたかですべてですよ、あの見ていただければ本当分かると思うんですけれども誠実でその自分の信念を持って誰に何と言われようが自分の目的を達成して、で達成した後皆さんが共感するというもう,う,んもう強いですよね、心が。 そういうあ、あいうアルマが演じた五代さんのような男になりたいです。ありがとうございます。あの作品見ていただければ、皆さん非常にね。さらに共感していただけると思うんですが、実は監督、春馬さんはこの作品完成されたものはご覧にはなっていない。残念ながら、えー、完成をミスしてなんですけれども。あのアフレコの時にあのラストのところのシーンを。うん アフレコで来ていてもらってその編集のその一部分を見たそれだけなんですけどもただその時にも本当にあの彼はにこやかにその作品を見てていやーあの時本当に僕頑張ったんですよってその時後ろ涙をこうあのちょっとかべてて「すいませんあのちょっとすごい頑張ったんですごい感激しちゃいました」っていうことを言っててあっ 本当にこの作品に向かって真摯に頑張ったんだな。っていうのはその時に思いましたね。ええ、ありがとうございます。はい、翔平さん、春馬さんがこの作品を見たら、何ておっしゃいましたかね。なんていうんだろうな。多分、まあ、そこにいると思うんですけど。照れてんじゃないですか。うん、そうですよね。でも、多分、きっと、本当に、こうやって、幕が開いて。はい あの皆さんにお届けできていることを誰よりも感謝してると思うし、うん、誰よりも逆に悔やんでるかもしれないし、うん、でも多分あの爽やかな笑顔でありがとうって言ってるんじゃないですか。 そうですよね。ありがとうございます。さということでですね。まだまだお話伺っていたんですが、そろそろお時間が近づいてきてしまいました。それではですね。最後に翔平さんからこれからご覧になる皆様へぜひメッセージお願いいたします。はい、えっと。本当にこれ、映画が見終わった後に、あの悲しい気持ちや寂しい気持ちになってしまうと思います。うんでも泣いていいと思います。 でもその気持ちを決してあのネガティブな方にならないでくださいあの引っ張らないでくださいあのこの映画の中で三浦春馬はものすごい熱量で演じてしっかりと生きてますそして五代友厚の生き様を春馬の熱量とともに目に焼き付けて二人の思いをしっかりと受け取って でまた今日という日をそして明日を一生懸命生きてくださいきっと春馬もすごく喜んでいると思います今日は短い時間でしたがありがとうございますどうもありがとうございました